はい、皆さん。こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日小流シです。いやー、もうちょっとテンションがめちゃめちゃ上がっております。まあ、もう、こういう封筒が置いてあるっていうことは、皆さんお分かりの通り、購入品を開封していくのコーナーですね。で、今回は昔の笛ラムネのおまけを仕入れました。で、今回、こういう感じのストラップの一種のものなんですけど、これブーツの、ここにチャイナって書いてある、昔の笛ラムネのおまけになります。こういうね、小鳥、 がこうチュッチュしてるバージョンのストラップもあるんですけども今回はこちらのバイクの方を購入しました早速開けていきたいと思いますめちゃくちゃ楽しみですねいやーちょっと安かったんで購入したんですけどじゃあ開けていきましょうオープンおおこれだすげえ持ってないんだよねいやーめちゃくちゃかっこいいじゃん このお菓子のお、まけ感がいいんだよね。さこんな感じでございますおいいますおね意外と思ってたより大きいんだね。こう僕が持ってた、ここと比べると、全然重量感ありますね。こっちの方が重いし、でかい。あ、ここの、バイクのところに、チャイナって書いてあります。いやー、すごいね。このシリーズ、何種類あるのか分かんないんですけど、結構集まってきましたね。 ななかなかこういう持ってないおまけを入手するっていうのは一番やっぱり嬉しいですね笛ラムネのおまけ集めててこちら大体ですね2005年より前のものだと思いますこの年代に出てたおまけですって特定はできないんですけどやっぱそこら辺の年代に出ていたおまけかと思われますねちょっと最後に笛ラムネのおまけの箱に入れてみましょうこんな感じであのこれが笛ラムネのおまけの箱になります こんな感じでちょっと折り曲げないと入んないですねなかなか入れるのが難しいですで結構バイクのサイズが大きいのですんなりは入んない感じですねでこうやっぱ途中で詰まっちゃうので音は鳴らないですで同じストラップの形状のこういうブーツとかちょっと入れてみますこっちの方が全然こうすんなり入りますねブーツが小さいのでで ただこのやっぱりストラップ部分が大きいのでこう畳んで入ってたのかな当時わかんないんですけど当時って言っても2005年より前ねうんだからその時の当時の子供たちがどういう感じでこう出してたのかわかんないけど多分ここは折れてた感じですね、はい、僕さっきこのまんま入れちゃったんですけどこんな感じで折ると綺麗に入るんでで音は鳴りますあじゃあもう一回ちょっと折って入れてみようか横にしてこれで入るかな それでもやっぱりバイクが大きいからギリギリリなんだよね。まあ、大きいっつってもそもそもこの笛ラムネのおまけのサイズのものが全般的に小さいんですけどいろんなフィギュアに比べるとフ笛ラムネのおまけの中では大きい方だと思いますあ一応音なりますねだからこう折れて入ってたっていう感じですね、はい、多分予想ですけどじゃあ今回はこちらの昔の笛ラムネのおまけバイクのおまけを 紹介しました。紹介しました。というか購入したのを紹介しました。多分男の子用の負けだと思います。女の子用の負けではないな。バイクははい。じゃあ、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。twitter インスタセカンドチャンネルやってます。詳しくは説明欄に記載してます。